お兄ちゃん、目の前に広がっているのは諏訪湖だよ。いい眺め。ほんとだね。綺麗な景色が広がっています。毎日が思い出チャンネル。こんにちは。こんにちは。お父さんです。お兄ちゃんだよ。今日は長野県諏訪市立石公園に来てるよ。はい、立石公園に来てます。お兄ちゃん、この立石公園は何がいいの？景色がいいの。はい、景色がね、とっても素晴らしい公園になってます。はい、ご覧いただけますかね、この景色。諏訪湖をね、見渡す、とてもね、素晴らしい景色です。この景色をバックに、今日はお兄ちゃん何しますか？今日はね、けん玉をやるよ。はい、ただただね、いい景色をバックにけん玉をやる、そういったね、動画をお届けします。今日お兄ちゃんにはけん玉検定ベーシック3級の技にチャレンジしてもらいます。イエーイ。よし、頑張ろう。オン。チャンネル登録お願いします。それでは諏訪湖をバックに、お兄ちゃんがけん玉検定ベーシック3級の技に挑戦します。それではまず1つ目、大皿。よし、一発成功。じゃあ続いて2つ目が小皿です。これがね、ちょっと難しいんだよ。ほう。よいしょ。あ、いい。5回中1回成功すれば OK です。よいしょ。あ、おっと、危ないぞこれは。お兄ちゃん、あと3回だ。乗った。はい、 OK です。じゃあ続いて3つ目、中皿です。てい。 OK です。一発 OK だね。じゃあ続いてちょっと難しくなります。4つ目がもしかめ、5回です。失敗だ。さあ、1、2、3、4、5。はい、 OK です。じゃあ5つ目、最後が止め剣かっこ回し剣かです。いくぞ。よいしょ。さあ回していくか。はい、大丈夫大丈夫。あと4回だ。成功。お兄ちゃん、やったね。全部クリアだ。毎日が思い出チャンネル。いやー、お兄ちゃん、今日はいい景色をバックにけん玉上手にできたね。うん、うまくできた。それじゃあお兄ちゃん、最後に一言お願いします。お兄ちゃんみたいに立石公園でけん玉をやってみたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあみんな、バイバイ。